歌唱力の要因です。歌ったんだけど、そうそうそう、ウィミーさんもめっちゃ歌ったんだよね。ハートありがとうございます。AKB するか、 AKB さん、テンション上がる曲、夏曲歌いたい。アイスありがとう。お茶もありがとうございます。え、どうしたの急に。まだ何も決まってない。なぎんち、なぎんち歌えるかな。なぎんち歌えるよ。なぎんちなら歌います。歌うか。突然始まる歌枠。アイスありがとうございます。え、でも待って、なぎいち歌うとか言ったけどさ、ちょっと悩ませて。歌うか、なぎいちを突然。灼熱の砂浜寝そべった水にしよう、海のその青さ、空までしみる、散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んじゃえ、そばにいすぎて慣れてしまった、大事なものがそこにあるよ、きっと思い出せ、なぎさで一番可愛いんだ、あなたはどこを指さすの、なぎいちはっきりしようじゃないか、夏の恋は誰と誰とする。
どうしようかな。私が歌いたい曲を歌います。急に始める。でもみんなが知ってる曲がいいな。夏曲。歌えるかな。だるまありがとうございます。みんながつまりゃ恋バナばかり、彼氏がいなきゃついていけない、あずちゅつしかできなかったけど、耐えて死ぬ裏目から目線。ごめんねその日はデートなの得意げに言う、親友の約束あっさりキャンセルして、恥ずかしいくらいイチャイチャすればいい、愛のためなら友情も捨てなさい、なるとは恐ろしいなんだか寂しくない、むしろ最高戻れない、いつはシングル自分的な熊をいっぱいに染めていこうく、褒める言葉だって言った後で叶う日々、本当の自分でいられるかな、もう大丈夫よ放っておいて、なら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 、誕生日だとかクリスマスとかバレンタインでゴールデンウィーク、世の中どうしてカップル単位、恋人がいない大人はダメですか、海でも山でもキャンプでも映画もディナーも、そう誰かを誘っていくよりも一人がいい、焼肉もお寿司もソロデビューして、さあゆっくり自分のペースでエンジョイしよう、ライドが邪魔してた見えなど捨ててしまえ、今が一番幸せだ、いつしんだ試してごらんよ、お一人様天国、浮気に二股略なす心変わり、恋愛トラブル嫉妬から始まる、さあカモンカモンカモン、ストレス大きい、なら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 
レインボーミラーもありがとうございます。あと音符もたくさんありがとう。なんか去年の夏って感じ適当、去年の夏って感じだなって思って選びました。何がいいかな、あと1曲くらい歌いたいけど、初見です、ありがとうございます。こちら何がいいかな。お一人様、そうお一人様ですよ。あ、この前なんかバンドエイド歌ってって言われてて歌ってなかったけど、まあまあまあ今度で歌いましょう。それは、あ、めっちゃ髪が引っかかってる。よいしょ、こんにちは。シャビピ聞きたいです。シャビピ歌おう。じゃあシャビピで終わりにしよう。歌枠は NGT48 ほいほいほい、季節は気づかないうちに変わってるのかな。街の景色もあなたたちの香りも着替えている。元気なあったかい何をしてたの。シャーベットピンク似合ってるスカートの色、そよ風に裾翻し可愛すぎる人と待ち合わせた様工事してた鉄骨のビルが完成したのか。人は誰でも目の前のことしか見てないんだね。少し痩せたみたい髪を切ったせい大人ぽい。太陽とシャーベットピンク、あの海へ誘いたくなる。横断歩道駆け寄ってきた今でも好きな人とやっと会えた。待ち合う
タは終わり、タはおしまい。12時から思い出いっぱい公演なので、その前に切るので、終わり。ありがとうございました。よし、オッケー、かわいい、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。本当にいろいろ。はじめまして。お、初見の方、久しぶりに配信見れた。よかった。なんか最近短かったよね。あ、でも1時間やったりとかしてたか。そうなんですよ、最近ちょっと短かったかなとは思ってたんだけど。でもね、まあ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 、こんにちは。あ明日が前座ってことと歌唱力ってことと、それぐらいかな、言うことは言ったはずだ。こんにちは。短くても動いてる姿見てほしい。ありがとう。2日間見逃しました。昨日がね短かった気がする。特に昨日は本当に15分ぐらいだったから。歌唱力お疲れ様でした。ありがとうございます。明日の前座楽しみにしてるね。ありがとう。いや、めっちゃ緊張する明日。久しぶりだから。ラーメン食べそうだね。ラーメンもなんだっけ、混ぜなんだっけ、混ぜなんだっけ、お店の名前すぐ忘れちゃう。混ぜなんとかみたいな。そう、新潟駅で言うと私まだジェラート屋さんに行けてなくて、それを、ね、絶対に行きたいっていう思いがある。サーティワンも行けなかったし、ジェラート屋さんに行きたいっていう思いがある。なんかなんだっけ、いろんな味があるんだよね。なんだっけ、昨日メリーとももちゃんがピスタチオ美味しかったみたいに言ってて、あとなんだっけ、ストロベリー、なんだっけ、ベリーベリーマスカルポーネチーズみたいな、なんだっけ、美味しそう。ラーメン多くない？そう、それがめっちゃ嬉しいです。これから暑くなってね、暑くなってくるし、安田ヨーグルトも確かに行きたい。そう、こんにちは、ハートありがとうございます。そうなんですよ、いろいろ行きたいお店が。なんだっけ、あとさ、新しくまた開くんだっけ、今日、あし、ね、いつからだ。レインボースターありがとうございます。いつから開くんだっけ。こんにちは、アイスもありがとう。いつからなんかまた新しくさ開くんだよね、ニューオープン。調べよう、充電、なけなしの充電 iPad で。新潟駅なんか第3弾みたいな。あれ、もうそれ開いたのかな、今週末フルで完成したら。確かに新潟駅新しいお店、バスターミナルじゃない、新しいお店、お店と。新潟駅に耐えちゃう。本当に29とか、すぐじゃん、来週29からかな。そうなんだ、じゃあ来週だ。やった、楽しみ。何ができるんですか、次は。次は何ができるんだろう。一回南口側ね。何ができるんだろう。あ、なんかあれかな、牛タン屋さんみたいな、利休みたいな、それサイトで見た気がする。タコありがとうございます。利休行きたい、わかる、利休行きたい。29丸亀はもうできてますよ。あるある、あのラーメンストリートのところかな、みたいなところにあります、多分。牛タン利休行きたい。初見さんありがとうございます。そうそう、続い、そうなの、丸亀ってね、行ってないのやばいよね。結局ラーメン屋さんばっか行っちゃった。牛タンお料理、いいな、牛タン食べたい。牛タン、そうちゃんって苦手。アイス食べたい。ゆくちゃん牛タン食べたい。そう、牛タン屋、ふうふうふう、ほんほんほん。まだまだ全然これから完成するんだ。4月25オープン。ああ、なんだなんだ。全然そんなことなかった。5月29オープン。駅南キッチン。これか、駅南キッチン。駅南キッチン、出店ショップ一覧。こんにちは。
ちごビール、牛タンリキュー、ゼッテリア、小島屋、ビートロ、ことぶき寿司、わあ全然わからないまだまだ今のままだと欅通りが、そういうこと、どういうこと、欅通りあんまり行ったことないんだよね。29日まもなくね、本当にそう、29日って公演あるじゃん、しかもありますよね、29日、水曜日、新潟駅すべて関係する、わかる、ことぶきですよね、お腹空いてきてわかる、回りきれない、本当にそう、こんにちは、すごい。ゼッテリアって何、ロッテリアと違うの、ハンバーガー屋さん、何が違うの、ゼッテリアって初めて聞いた、ロッテリアと違うの29日そう、花江さんの初日ですね、そうそう、公演の日だからめっちゃ覚えてる、出たいその日は私前座に、だからっていうわけではないけど、結構それも理由で、ロッテリアの親戚みたい、わかる、ゼッテリアってなんだ、ロッテリアと同じ、嘘なの、進化して、そうなの、ロッテリアみたいな待ってみんな本当にそうなの、私そう思って生きてくよ、じゃあ、美味しそう、ハニーマスタードチキンバーガーだってロッテリアの新しい業態のお店、新ブランド、そうなんだ、響きが難しい、ゼッテリア新潟初出店のお店が 1,2,3,4,5 たくさんある、そう、遅刻してでも話さしてて、本当にそう思いますそうちゃん平日全然、そうチャンスはある、でもね、どうなんだろうね、難しいね、こんにちは、絶品バーガーとカフェテリアの、そういうこと、すごい、そうなんだ、ありがとうございます、こんにちは、絶品バーガーと、すごい、平日受けるのねあーそうだよね、お仕事遅くまでの方もいるからね、タピオカ屋さんまだ2時間くらいなの、15分くらいかな、今どうなんだろう、私もまだ行ってないんですよね、行きたいなって、そろそろ行きたいなって思ってる、ゴンチャ、新潟ロッテリアないから、そうなんだ、ロッテリアがないんだね、でも何が多い、マック多い、みそモスもあるし、こんにちは、そう、そろそろ狙い時、確かにそろそろ行っていい気がする、ゴンチャ、ラブラになかったっけ、知らない、あモスはあるけど、ごめん、あんまり何が全どこにあるかがわからないんで、モス行きたい、久しぶりにモスあんま行ってないな、だからハンバーガーを最近食べてない気がする、そう、こんにちは、東京行ったさおちゃんからしたらいろいろあったらどうしよう、みたいな、そんなことないよ全然、ロッテリアなんとかに行ってんしかない、なんて読むの、昼夜の間にモス行きたいけど混んでて、そうなんだ、そうだよね、ラブラ周辺、初見です、お疲れ様です、ありがとう、この間モスと間違えてるどういうこと、どういう嘘、それはどういうこんちゃ、ゴンチャが一番混んでるよね、モスバーガー美味しいけど綺麗食べない、わかる、セイローって読むんだ、ありがとうございます、ありがとう、確かによく見たらセイローロー、ありがとう、モスバって略すの、モスバ、モスバマクドみたいなこと初見です、ありがとうございます、45分まで、45分に男女読みします公演が始まってしまいますので、皆さんもきっと見るでしょうから、さおちゃん新潟駅の感想聞きたいかも、おめでとう、登録しました、だいぶ前に書いたかも、今なら申し訳ない、こんにちは、アップのさおちゃんもかわいい、ありがとう、こんにちは、関東は関西はマクド、そう、ももちゃんはマクドっていう気がする、新潟中の人が免許の更新でお世話になるところです、そうなんだ、
免許、免許ね取ろうと思えば取れるよね。今年18でしょ。うん、でも運転する、運転する機会がないか車もないし、別にこっちに新潟県山田新幹線大丈夫、え本当に楽しみ、楽しみすぎる。なぎちゃん、そうそう、なんで知ってるの。そうなんですよ、なぎちゃんまだいいんじゃない、免許は。そっか、身分証明書、そうだよね。私今学生証とさマイナンバーカードでさ生きてるからさそうそう、マッシーさんジップに乗ってたよね、え可愛いですよねフォローありがとうございます。配信で免許証見せてくれた可愛いなぎも。検温4なんとかにもロッテリアってなくなって、えそうなんだ、昨日たまたま、えそうなんだ、可愛すぎ、何それ可愛すぎる、取れたよってこんにちは、こんにちは、初見の方がたくさん来て、マイナー番号でえマイナーカード持ってます。なんかみんなキャンペーンみたいな時にみんな取ってたから、うちも取ろうみたいになって取った気がするこんにちは。だからそれの住民票を移すのとかもなんかやった気がする。なんかこんにちは、そう、こんにちは。ちょっと黙っちゃった。今日のお昼はどうするご予定で、なんかを食べるんだけど、今日はお昼食べようと思ってて今日はお昼食べようと思ってるから、うーん何かな、でも昨日の夜ラーメン食べたからラーメン以外の何かを食べます。私はこんにちは、1年早いのでその時は16歳、あでももう最終審査の時17だったからって感じ。書類送った時は16でした。こんにちは、住民票お前のほうから、そうなんですよ、フォローありがとうございます急に大丈夫ですよ、分かってますよ。迷ったらカレーだよ、カレーか、カレー最近食べてない、何食べよう、えでもなんだろうな、今あんまお腹空いてない、まだ11時だからかな、全然まだお腹空いてない。エビピラフはお家にあるけど食べませんこんにちは、なんかタレカツ丼、えいいね、めっちゃいい、今昼ご飯食べてます、いいね、今日はカルボナーラ食べる予定です、えいいな、カルボナーラ美味しいよね、最近食べてない。12時から NCT2 時から7時、5時から、すごっ、今お寿司食べてます、いいな、お寿司も最近食べてない何食べてるっけ私、ラーメンと、うんうんとか言って、えそんなことない、でもなんか一日一食ってなってくると、あでもパスタ食べたし、って感じですよねって感じかな。あでもお家でご飯食べた時は、食べる時はあのコンビニのおかず買ってきてチンジャオロース食べた、美味しかった。この前そうご飯冷凍しなくちゃ、そろそろ炊かないとだ、今日炊こう、一日食ない違う、昨日なんかその夜に、昨日は二郎を食べたから二郎系インスパイア系でも今日は普通に食べます、昼も夜も。そう中華もいいね、冷やし中華始めましたの時期だよね今って。こんにちは、こんにちは、すごいたくさん来てくださる、お昼だから冷やし中華の野菜っていらなくない、いるよ、大事大事タケノコご飯も一緒、美味しそう、冷やし中華いいね、冷やし中華いいね、でもまた麺
牛タン食べたい。早く利休開かないかな。利休行きたい。冷やし中華なしタン、冷やし汁なしタンタン麺にしようかな。え、美味しそう。こんにちは。みんな DMM 待機なんじゃない、多分。確かに DMM 待機か。私も待機しなくちゃ。辛いものは大丈夫。辛いものはね、普通です、とっても。うん、でもあんま、うん、なんか辛いだけは苦手。うま辛ならいいけど。こんにちは。なんかただただ辛いやつあるじゃないですか。それはちょっと。フォローありがとうございます。なんかたくさんフォローしてくださる、嬉しい。真っ赤ね。そう、なんかね、韓国料理いいな。でもあんま最近食べてない。最後に食べたのめっちゃ前かも。あと一回ナギとメリーとナナかな、で韓国料理食べに行ったことがある気がするんですよ。いつだったっけ、1月2月3月、忘れちゃったけど。アイスありがとうございます。そう、その時食べたのがユッケジャンスープがめっちゃ辛かった記憶がある。もうめっちゃ辛くて、何これ辛ってなったのと、初めてそこで辛ラーメン食べた。辛かった。辛かった。私は辛いの得意ではないなって思った。そう、懐かしいね本当に。なんかさ、え、もう5月なの信じてないんだけど、まだ。なんか2月とかにみんなでなんか話してたこととかもつい最近のように感じるし、聞いてるだけでめっちゃ辛さ、え、めっちゃ辛かったですよ。ちら、ありがとう。なんならもうなんか、え、本当に信じてないわ私は5月なこと、本当に信じてないからな。こんにちは。ねえ待って、やだ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 、現実を突きつけないで。18日とか言わないで、やだやだやだ。本当にね、下旬だよ、やだね。洋服で下旬お届けだったらそろそろ届くぐらい。中旬か、まだ中旬です。中旬、上中下で分けましょう。下旬に来てるのか、はあ、20日からだよ下旬は。さて45分ですよ。本当にその通り、ありがとうございます。辛いのは冬だけにした。え、分かるかも。1年の3分の1は過ぎて怖いね。なんか私何もしないで1年過ぎちゃいそうだもん、自分が。とっても怖いです。頑張ります。定期的にやるため息、え、無意識、怖い、してないよため息。では断字を読みをします。大丈夫かな。13位ジズさん、ありがとうございます。12位パックさん、ありがとうございます。11位ミーさん、ありがとうございます。10位うつろさん、ありがとうございます。9位ちぼうさん、ありがとうございます。8位かずやさん、ありがとうございます。7位ビッグラブ子さん、ありがとうございます。6位ガッティさん、ありがとうございます。5位アンザさん、ありがとうございます。4位カンヤトさん、ありがとうございます。3位グッチさん、ありがとうございます。2位ポメラニアンさん、ありがとうございます。1位コミュニストさん、ありがとうございます。イエイ、ありがとうございました。では思い出いっぱい公演をみんなで DMM 見ましょうね。直接行く方も見ましょうね。では明日もよろしくお願いします。というわけでというわけでというわけで、1時間くらいありがとうございました。歌もなんか歌っちゃったりなんかして、バイバイ、ありがとうございました。あれ、どうやってやるんだっけ。あ、こっちだ。明日頑張って、ありがとうございます、頑張ります、バイバイ。